好きなのかって話しちゃう。俺丸っすかな。ちょっとチームの話だとやっぱり対応するのが難しいなと。はい、ただこれは BL 系対アムサーシークの敗者が準決勝。敗者が決勝。準決勝。敗者が準決勝ですね。今から BO3 で行います。これなんか実況解説とかするんですか。え二つも丸投げは困るんですよ。解説も安田さんでいくか。いや、俺解説できないですけど。それが何だかの調べプレイとかしてるし、ね、あの安田モードの開発者でもあるんですか。違います。ね、こうゲームのプログラム、裏について詳しいんだよ。あげますね、これ、はい、久保さんから教えてもらったあの人の受け売りなんですね、久保さんが。これこういう場面で放送されてるんだ。綺麗な、おしゃれ、よくできてるな、ほんと。広告にこんな技術あるんだったら、もっとね、他にはすごいものを作ってもいいと思う。始まるの、もう始まりましたね、一戦目戦場で。ちっちゃ画面これ見てちっちゃ、難しいな。あ、まあ、いやらしいキャラが散りばめられてますね。シークもなんだかんだ結構いやらしいキャラだと思うからね。人口も少なくて癖のあるキャラだと全員いやらしいですね。アムサーピエールは、アムサーピエールじゃねえ、ケイピエールはね、先ほど勝者が準決勝を戦ってすげえ苦しめられたんですけど、なんかチーム系の戦い方が分かってきたような感じしますね。すごいなんか対して掴んできたのか、動き変わってたので辛かったり、まあ、それに対してアムサーシークは、はい、一体どれほどチーム力を上げてきてるのか、勝者が誰に負けたんですか。まあ、3年目に1回戦だったんで、1回戦が上がってきてアムサーシークは敗者が1回戦から上がってきましたね。シークは人口少ない方っていう、まあ、やっぱ有益のゲームなんでね。まあ、そもそもスマブラの人口が少ないんで、この人は何て言うんだろうね、別に多いんだけど少ないと感じちゃうだけかもしれないけど、シークだって本当にシークさんで使ってるのってシークさんと俺だけっすよ。割合的に多いっすか。ようやくアムサーシーアムサーマーヨシスタースト。今重力に差が入って寒さが落下してきましたね。何があった。先ほどもピエールさん事故ってましたから、結構事故率の少ないチームのはずなんですけどね、この、サムスプリン答え拭えたらもっと強くなれるんじゃないですか。かなり火を吹くどういうコーナーコンビでした。テンさん、今回のチームで眠る打ったんですよ。なんか見ないんだよ、全然見ないんだ。打つこともないから封印してるんですよ。最初が準決勝です。普段シングルだったら K プリの眠りは猛威を振るってるんですけど、チームは封印なんですよ。今のが噂に聞くブロッキーですね。あれ俺が見てる画面小さすぎて。よし、あれ少しも今、まあ若干ですけど、アムサーキープラーが優勢ですね、これは。ヨッシーがしっかりストップダンクを務めてます。いや、もうとにかくヨッシーに倒すんですよ。いや、本当にシールだった。海外今回1回目やってましたよ。守りやったらそうですよね、チームで打たないんで何かあっても打ちにくいんですかね、やっぱり。ここまで来るとレベルも高いでしょう。やーましかここやましたこれ、足が出ましたこれとか言ってんだ。勝者が決勝で負けたサムさんとしては誰に上がってきてほしいですか。それはこっちのサムサーシークの方が終わりです。サムサーさんはそこまで、ね、あの苦しめられるのって多分サムさんだけですよ。それも全然わかんないみたいよ。
すげえ流暢に借りますよ。命かけてやること本当ないですからね、ショックスだったら。いや俺がもしサムさんの身内だったら、本当サムさんちょっと怖かったっすね。ボコボコにされてたんじゃねえかなっていう。いや女子は勝てなかった。いやシークでも研究熱心じゃないですか。相手が2人いることをしたくないし、味方も言ってますから。いや、ラウンドだからこそ使えるんですよ。最大リターン持ってきないし、コンボも綺麗に決まらないんで、やっぱチームだったから。正直、いきなり膝とか高火力なものを受けるんだったら別ですけど、そういうキャラがいない限りは、もうどんどん眠る打ってっていいと思うんですよ。なかなかチャンスが出てこないんですよね。チームのガードに対して味方に助けてもらいますし、サムスは使わねえ、あんまり。プリンって眠るのリスクリターンのバランス崩壊してるから、すごい上にいるんですよ、チームで。個人的には上から3番目にいると思うんですけど、まあ、ただヨッシーにはちょっと打ちづらいでしょうね。あいつはジャンプアバレした瞬間にもう眠るは入んないです。相手とかにシークには入れられますけどね、やっぱ上京から受けて伸びれば俺も入れられるし。やっぱね、サムスと組んじゃうと、王道の掴み眠るっていうコンボができないところが痛いんじゃないですか。このチーム、ハングリーボックスがバグってるだけで、サムスプリンってあんまり相性良くないんじゃねえかって正直思ってます。まあまあ、理性的にはですね、眠る以外は。あんまり特殊としていやらしいだけで、本当強いところは見当たらないから。それでもね、やっぱこの2人ここまで上がってきてるって人気があるんだ。2番目はワンツートップでピーチファーコックスですね。これは結構揺るがないと思うけど、ピーチファーコックスはワンツーです。どっちが上かちょっと決めがたいな。若干ピーチかなと思いますけど、ピーチも相当強いんです。でちょっと落ちて、プリンが来て、そしたらまたちょっと落ちてファルコン、ファルコシークが来て、でまた落ちてマルスアイクラって感じですかね。その上位8球を並べるっていうのは、あ、動くわ、安そうにしてるな。やっぱステージがあるのが今若干優勢というより優勢ですね。これは単純に顔の数だけでね、決めちゃいけないんで、優勢かどうかってチーム戦、そのパーセントもかなり影響してるんで、これはヨシが 100% いってるんで優勢ですから。ヨシ死ににくいかな。プリンの実用的な技で最も踏ん張りが早く消せる技って何ですか？知ってます？バタクーが 50% ぐらい。あ、そのちょっと復帰初心使えそうな技で、あと、まあ、次が多分上で60だよ。ク N ク上の60。あ、若干使ってます。それを駆使していけば復帰初心できそうだけどな。難しいのか。まあ、ミントマスや新規感じになるんじゃないか。しつこく追ってってもいいと思うんだけど、ただすごい読み合いになるんですけど、上方向に飛ばせばやっぱり踏まれ返ってするんで、少し上方向に飛ばせば、上方向に消させだと、はい、その技が来ることを読んで踏まれを消して踏み込んで助かるって踏み飛ばしてもらう。プリンからしたらあまりリスクはないですよね。まあ、ないです。そうとしたらどんどん出てっていいと思うんだけど、こういう場面とかでも出てますね。出てます。俺がちゃんと見たからね。基本的に外でアタックバーレーさんが言ってますね。アタック空上と空後ろ、空上っぽいですね。空上だったらちょっと強いね。空上後ろと空上が実は同じなんですね。さあ、放ってほしい。行きます。これ交代にする。そういうことか。コンビ怖くて一回電池巻きだ。そうです。はい、
紛らわしいよな、外枠がねえから。なんか紛れ込んでる。これ動きましたかね、今動かしたんですけど。いよいよ。いやー、これはちょっときついな。ああ、おしまいです。結構大変ですよね。 BO2 なんで次が最終戦取った方が勝者側、あれ勝者側準決勝だって、勝者側準々決勝、これは敗者側の準決勝、敗者側の準決勝、あとは4チーム差です。じゃあ敗者側もこれ準々決勝ですね。次敗者側の決勝いきますよ。これ次敗者側の決勝です。あ、そうですね。あ、ここだったね。敗者側の準決勝。第3問。ステージは固定スタートです。全部どこじゃない？もし上に飛ばせるキャラクターはいるんですかね。あ、そうか。バトルキャラクターかな。わかんないですね。偏屈なキャラが多そう。今イケイケですよ。これ取った方が敗者が決勝に来ますね。シータのフッ素子にはフッ素子をね、しっかり眠りで決めていきたいなと思ってるんですけど、クリアリスクないから本当に。ここに対抗されてきたよな。寒さ復帰トロイのがやっぱ強いですね。そのあとプリンだったら待ってますよね。あれプリンだったら、あ、相方が寒くていない時にプリンならジョーカーとか出て待ってますよね。寒さ入ってくるんで、まあ、そういうのがこれやらしいです。だから簡単に立て直せる流れ一気に巻きにくいから。流域チームはね、火力ありますけど、非火力も結構ありますから、限定させるのも難しいですよ。おっと、シーク。シーク。またの3戦、またあったよね。6パーって見られるから。またって6パーまで落ちることないですよ。落ちたって。シークは生きてます。もう少しサムズがしっかり打ち寄せて死んでました。惜しいですね。そうそう、もう少しシートは終わりません。もう無理やな、全然。何打ちてるんだろう。そうか、確認配置します。ちょっと差が明白になってきましたね。あの差はシートが上がって優勢と。マラキー1ストック分優勢ですね。大学内、俺は本当っすか。どこの大学ですか、そこ。マジか、怖いんだけど、その大学。大学っつっても、2、3人が知ってるぐらいですよね。大学生全員が知ってるわけじゃないですよ。ああ、でもこっちは来て嬉しいんじゃないですか。いや、嬉しいです。嬉しいです。三年さんの料理の仕方を見てみて。ちょっと手を動かしていいかな。次だから。まあ、理科大生、本当ですかね。俺理科大生でしょ。これ敗者側の準決勝ですね。俺が理科大生ってことは知ってますよね。はい、1位です。かなり、まあ、プリンを眠る打ったが、まあ、プリンの今は見ての通り眠る打ってもね、あの程度の火力、いい火力ですよね。もっとガンガンチャンスあったら打ってっていいと思うんですよ。ハングリーボックスのチーム戦なんてやばいじゃないですか、見てて。あいつもう一瞬にしとらせる感じが眠る入る相手に。そうそう、サムスも今いいカット入りましたね。きついな。帰っては来れますけど、試合を巻き返せるほどサムスも火力はないでしょ。シークが掴んでヨッシー上様終わり。シークが掴んでシークがナタでも終わらない。
確かに何か当たっちゃうとおしまいですから、また無理ですいいえ無骨のがプリンならね、まだいけなくもないけど、どうかすると無理一応粘ろうとしてるスタムスの姿が周りで仕方ないなぜか妊娠になるとこうやって長生きしますね。普段からこうやって長生きしてなかったんですよ。最後の最後だけ戻るんですよ。ただ証明した会社側で締まる